春から偏差値45のエフランク大学に通う高3男です。私は運動能力なし、身長165、会話力なし、顔はつながりのないクラスの女の子に終わってると言われたレベルです。チョコ経験ゼロ。つながりのないクラスの女の子がなぜあなたの顔を評価したのか気になりますけどね。バイトも言われたことしかできず、受験も失敗したので要領も効率も悪いのだと思います。ですができるならいいお給料をもらって、親を安心させる職業に就きたいです。そこで無能でも目指せる職業と大学でしておくべきことを何か教えてください。夢は全くないです。まあプログラムになるかな。結局プログラムってどんなバカでも正しく書けば動くんですよ。間違ってたらここ間違ってますって必ず出てくるんですよ、プログラムって。で、どこが間違ってますかって聞くと、100% 正解を教えてくれる人がいるんですよ。でも、その営業で物を売るとか、じゃあその漫画を書くとかって、正解も不正解もわからないんですよ、誰も。でもプログラムに関して言えば、100% 正解はあるんですよ。なので、プログラマーになっちゃえば、とりあえず食いっぱぐれることはないと思うので、なので、パソコン買ってプログラム、とりあえず HTML からスタートしてみればいいんじゃないでしょうか。